mais barulho. Não me rádio que vai ao. 今年はミリより焼きそばパンマン。ということで今回もマリオパーティースーパースターズというバカゲームをやっていきたいと思います。今回はこのマリオパーティースーパースターズのフリーゲームで3連勝するまで終わればねという鬼畜ゲーミングをやっていきたいと思います。毎度のこと言っているんですか。私はこの中で一番可愛いピーチちゃんを使って、敵の奴らはブスブスブス、この4人で遊んでいきたいと思います。よーし、やっていくわ。第1レースだ。スピードホッケー。これはね、ゲーセンとかでやる、よくあるホッケーとほとんど同じようなルールで、それが2対1になった、そういったバージョンとなっております。相手がしっかりと、はい、1キルぶち殺すカスどもが。相手がしっかりと、私の味方にたけしさんがいるので、チームドラえもん VS チーム悪いじわりよ、チームブサイク軍団、そういった編成となっております。相手が、まあ、何してんの、危ない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 、ドラえもんのドラえもんのキャラの意地にかけて、今回は絶対に勝った。よっしゃこれ、楽しいぞこのゲーム、マジで危ねえ今さっきの、マジ楽しい。ふざけんなマジで、なんで毒が止まんだよ、大パンしただけで。やばい、このドキドキ感、何この、よっしゃー、やばい、やっと一勝、もう一勝しちゃった。次あと2連続で勝ったらもう私で終わるわ。よーし、やっていくわ。第2レースはくるくる回転ロード。これね、ちょっとよくわからないんだけど、まあとりあえずね、ゴールを目指していく、そういったぐるぐるホラーゲーミングとなっています。相手がしっかりと、いや多分ね、たけしさんと同じようなね感じのね行動をしていれば私ね勝てれる気がします。相手がしっかりと、いやいいよいいよいいよ、今のところたけしさんとほとんど同じような動きをしているから、はい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 、たけしさんと同じ動きをしていれば達人レベルと同じような動きと一緒、つまり私も達人になれるということです。皆さん、私全く同じような動きをしています。はい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 、来た来た来た、なんでやねん、私全く同じ動きしてたのに。よーし、やっていくわ。第2レースはミラモト天皇。サイティカしっかりとゴーゴー木馬。このレースね、私ね前まですごく得意だったんだけど、最近ね、このえべ、最近ねこの4人組がね不正をしてくることによって、私ねなんかね勝てなくなってんだよね最近でね。やっぱ難しいのはこのゲーム、このメモリの調節とかガチ難しくて、ね青色のイチゴ見える、みんな赤色になったり青色になったりするやつ、あれのね赤色バージョンのイチゴ取らないと、こうやってグルングルングルンってなっちゃうのよ、クソゲーが。よーし、やっていくわ。第2レースは源天皇を愛されていこう、しっかりと。これやっぱね、遅いくらいのペースが一番いい気がする。はい、はい、はい、ほーい。なんでやねん、このペース保ってたらいけるって言ってたじゃない。誰がって、ケンジさんよ、ケンジさん。誰だよ、ケンジって。最低か、しっかりと。もうなーって。もうクソゲーがマジムカつくわ。なんじゃこのクソゲー、あたしどうやって勝っとったっけ今まで。ちょ待って、マジ難しいんだけど。もうゲージは貯めてから連打するようにしようかな。いや待って、このやり方待って、おちんちんすぎじゃない、今なんかすぐ追いつかれるんだけど。はい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 、どうも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 はい。クソゲーもう二度としません。瞬時な私の華麗なステップによって全てのゴールをエンドを守るしていきます。相手かしっかりと、やばい負ける、やばい負ける気がする、やばい負ける気がする。ちょっと待って、私の瞬時なステップを、はい、しっかり2個防いでいって、瞬時ステップ、瞬時ステップ、いやまあまあ悪くない悪くない、だんだん上手くなってきてる、やばい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 、もうクソゲーが、なんで私を3人でボコボコにするわけこいつら、なんでむぅよーし、やっていくわ。第4レースは雪玉コロコロ。ちょっと一旦めちゃめちゃ私の得意なステージ
TT か C かいと、ちょっとね、一旦得意なレースを挟むことによって、私のね、ちょっとね、あの、マインドリセットをしていきたいと思います。TT か C かいと、悪い字が死んでいって、はい、たけしさん、後ろがガラ空きフェスティバル。いや、待って、こいつを芝子行った。で、たけしは私が食らう。もう、こいつ4連勝中じゃん、死ねよ、マジ。よーし、やっていくわ。もう一度やっていきます。ゴロゴロ雪玉、サイティコシッカイト。なんで私勝てれなくなったの、急に。なんか私、急に勝てれなくなったんだけど、皆さん、どう思いますか、サイティコシッカイト。まあ、勝つまでやる。これがね、あの、私のマインド。あの、勝つまで諦めなかったらいつか勝てれば、はい、たけし、さようなら。そして、ここにいる悪い実は、いや、まあ、でも、たけしからしばく。なに？たけしはね、たけしマジクソだから、たけしだけはクソだから、ちょ、待って、たけし頼む。ナイス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 。さあ、ここで私の超強い元気玉、お前ついてくんな、ブス死ね。サイティカシーカイト。はい、当たりま1000円チャーシュー。あ、そういえば、あの、オロチユーさん100万人おめでとうございます。死になさい、オッケー。オーケー、オーケー、ここで王手。さあ、あの、クソバリオだけはしばく。あのね、これね、あのね、ちょんちょん戦法やったら負けちゃうことが分かったから、もうこれ元気玉の極意を作る。はい、あなたの攻撃なんて当たりま1000円チャーシュー。オロチユーさん100万人おめでとうございます。よーし、やっていくわ。第5レースはピヨンピヨンバトル。センティカシッカルト。私のね、このピヨンピヨンバトル、いつも2位で終わっちゃうけど、今回だけは A1 を目指して、こいつらをしばき回していきたいと思います。ピヨンピヨンバトルっていうのはね、はい、もう1対1。もう1対1、これ負ける気がせん。はい、オッケー。私、うまいんです、このゲーム。私、ベイブレードやっていたんで、こういう系のゲームはめちゃめちゃ得意なんです。オーケー、2連勝。よーし、やっていくわ。第6レースは、ペンギン大行進。さえていくわ、しっかりと。このレース、めちゃめちゃ得意なので、今回のこのレースでしっかりと終わらせていきたいと思います。このゲームは超簡単。このペンギンたちの群れの隙間を作んで、群れの隙間を、相まって、進んでいく、そういったね、あの、超簡単なゲームとなっていますので、しっかりと私のこの覇王色の秋、剣舞色の秋をしっかりと用いて、このワリオには絶対勝つ。このワリオだけには勝ったー。よーし、やっていくわ。第4レースじゃない、第7レースは、なんかぷかぷかアイランド。されていくわ。普通に尺が足りません。私こんなに上手かったかしら。私3連勝なんて絶対できないと思ったんだけど、私3連勝なんてね、絶対できないと思ったんだけどね、余裕でした、マジで。あのね、余裕すぎてお話にならなくて、尺が全然足りないので、しっかりとぷかぷかアイランド頑張っていきたいと思います。このね、ぷかぷかアイランドっていうゲームは、とりあえず真ん中に立っていて、このね、大砲が落ちてくる瞬間にジャンプをして、この3人のブス集団のとこに固まっていれば勝利勝てれる、そういったゲームとなっています。今ボコボコにされているのは私です。最低かしっかりと。これ待って、4人勝ち、さては4人勝ち？何このつまらんゲーム。よーし、やっていくわ。第8レースは旗揚げ兵法。めっちゃ得意なので集中させてください。私このゲームで負けたことありまきねん。さあ、やっていくわ、しっかりと。はい。超簡単。兵法が上げる旗と同じものを上げる。そういった、お猿さんでもできる。そういった。まあ、ここでちょっと一旦東京リベンジャーズさせてください。皆さん、サイティカシッカイとアタゲヘイホ。なにこいつ、フェイント入れてくんなよ、ブス。ふざけんじゃねえぞ、この野郎、サイティカシッカイと。もう、めんどくせえな、こいつ。よーし、やっていくわ、最終レース、ノッカルボール。これはね、私のね、このマリオパーティー企画で一番人気と言っても過言じゃない、私の。お前、一人狙いすんな！キモくない？見た今の。ガチキモいんだけど、一人狙いすんじゃねえぞ、ブスどもが。私が可愛いからっていじめんじゃねえ。こうやってもう。ちょっと一旦これ勝つまでやるわ、私。私勝つまでやるわ。カスガでもやるわ。普通に、ちょっと待ってよ。これ漁夫乗りいきます。ナイス漁夫乗り。やめやめやめ。わしをいじめるのだけはやめ。最低かしっかりと。いや待って、もうやめ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 。まだ私のバトルフェーズは終わりません。私このゲーム勝つまでやります。このゲーム苦手なんだけど、ここで得意に一旦しとこう。で、コツをつかもいった。危なしえ、ガチ危なしえ。今のだけはガチで危なしえ。待って、これ漁夫乗りいける。漁夫乗りいける。
やりますね、あなた。これで死ぬよ。これで死ぬよ。さようなら、Z 先生。私が最強です。最後まで見てくれてありがとう、マドモアゼル。ツイッター、インスタグラムもフォローよろしくな。最後に言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey guys!